はい、どうも皆さん、こんにちは、しもりです。はい、ということで今回の動画なんですけれども、サムネを見てもらったら分かる通り、タイムスリップの A ランクの選手を使っていきたいなと思います。高津慎吾投手の A ランクをリアタイで使ってみた。はい、ということで今回使う投手なんですけど、高津投手、タイムスリップ第1弾でゲットしました A ランク清井の状態でございます。球威制球71の B 同値、そしてスタミナが45の E ですね。で、一応抑えの適性となっております。で、特訓レベルマックスで限界突破はマックスでございます。で、注目がこの球種なんですけれども、ストレート、カーブ、シンカー、そして高速シンカーと、このシンカー、高速シンカーを巧みに使った相手を抑えるという形の投球内容になります。まあ、ロッテの石川投手みたいな感じですね。そんな感じで、まあ、中継ぎ、まあ、抑えもできる投手となっておりますので、今回ですね、石川投手みたいに今回この高津投手も使えるんではないかということで、リアタイで番号に使っていきたいなと思います。で、一応特殊能力は上げてません。綺麗なんですけれども、で、まあ、S ランクを持っている方は、あの限界突破は多分1も上げなくても特訓レベルマックスにしていただければ、まあ、全然スピン負けすることもないと思うんで、そこそこ使えると思うんですけれども、まあ、私 S ランク当たりませんでしたので、 A ランクを極みの状態、特訓レベルをマックスの状態で今回リアタイで使ってみて、通用したらですね、今後も石川投手と高津投手の2枚看板中継ぎですね、そちらで使っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで早速リアタイいきましょう。どうぞどうぞ。はい、よろしくお願いいたします。ということで1試合目でございます。相手の投手、山岡投手、 A ランク極みでございます。で、一応バッティングはしっかりお届けしていきたいなと思いますので、しっかり打っていきたいなと思います。うん、いいボール、ナイスボール。まあ、とりあえず速い球を待ちます。抜けない、ナイスショット。いきます。2番糸井嘉男選手でございます。特殊能力出ませんけれども、いきます。変化球使う、多めです。ねえ、はい、ナイスバッティング。はい、いい流しでございます。ということで浅村選手、右バッターではめちゃくちゃ投入します。打ちやすいです。いきます。しちゃセーフセーフ、ギリギリセーフ。ここ超えろ。いい、ナイスバッティング。はい、ナイスバッティング。これが浅村選手でございます。ということでギータいきます。変化量マイナス1、リーダーいきます。抜ける、あー、まあ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 、進塁だ、まあ進塁だ、進塁だ、進塁だ。いきます。吉田正尚選手、全然得の出ねえってか、全然得の出ねえ。みんな超えろ。いい、ナイスバッティング。まあ、流しではないけど超えれば OK。 まあ、あんま流すのとかあんま気にしないでいきます。あんまな、気にしだすと永遠と打てないんで、まあ好きに打ちます。はい、ここで泉投手でございます。タイピンチ、相手の方、ホークス純正で大会出てましたので、これはまあね、ああ、いや、こんな曲がるんだ、ワンチャンセーフじゃね、これ、アウト。はい、ということで、ピッチングの方なんですけれども、こちらの先発投手は則本投手でございます。ということで、高津投手なんですけれども、2回の、守備の時にですね、投球していきたいなと思いますので、まあ、とりあえずはですね、1回は、まあ、則本投手でやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、何もなければ、ピッチングの方は飛ばしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、飛ばしたいと思います。飛ばします。はい、ということで、まあ、ちょっと早いんですけれども、ここはもう則本投手通用しないということで、相手明治の方なんで、ここ、高津投手でいきたいなと思います。よろしくお願いします。ちなみにめっちゃ打たれました。 OK、 はい、ナイスサード。いや、これ強いっすよ、高津投手。ここしっかり抑えます。ここ大事、ここ抑えよう。はい、ボールいい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 ボール、ここ抑えよう。いや、まあまあまあ、ちょっとまあ A ランクなんでコントロールが悪いのはまあしゃあない。ここ、OK、ベースブッチ。はい、ナイスボール。レフト、レフト、OK。ここ、落ちろ、OK、ナイスバッティング。
ッケー、ナイスバッティング、ここここここ、はい、ナイスバッティング、はい、同点、よっしゃ、ボール、OK、フォアボール、いきましょう、ギーター、ワンチャン、オッケー、おったー、ナイス、はい、ということでいきます、全出し牧原選手、相手の方ホークス純正で、あの前回大会出てたんで、やっぱホークスの層がめちゃくちゃ厚い、まあここしょうがない、ここはしょうがない、ここはしょうがない、で高津投手の動画なんで、これしっかり抑えて勝ちたいと思います。ここでモサなんで、相手の方名人で、いや、いいボール、この人ね、めっちゃすごい、なんか打たんもん、ボール球、なんでそんなわかんのって感じ、なんでそんなわかんの、マジでわけわからん、ここここ OK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 、 ちょっとまっすぐ行くわ、ここでここは、はい、ギリギリいっぱい、あ、いいボール、オッケーオッケーオッケー、どうしよっかな、いや高速進化でいきます、ここ決まれ、オッケー、これがね、これが二種進化の強さ、これが、でもホームランであの同点されちゃうんで、で今体力がもうねんで、体力ねんでスケドを抑えます、あー、まあ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 、ヒットオッケー、ヒットオッケー、しかしここホームランでさよならでございます、ホームランでさよなら、これ絶対抑える、死んでも抑える、ここここここ、でも体力もなくてスタミナもないんで、ほぼ曲がらないです、やばい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 、これやばいです、でも変えない、うーわ、古正隆、古正隆はえぐい、ここオッケーオッケー、よっしゃー、見た今の最高、ありがとうございます本当に、ということで2試合目いきたいと思います、ナイス山川選手、次の試合行きましょう、どうぞどうぞ、はい、ということで2回になりましたね、高橋投手に交代させていきたいなと思います、しっかりと0点で抑えて次の回逆転してこの試合勝利したいなと思います、よろしくお願いいたします、ここいや、高橋投手やっぱりこのやっぱ2種進化ってやっぱ強えなっていう感じですね、やっぱり感想を使ってみた感想なんですけど、まあ、この相手の方も達人の方なんで、まあ、そんなにね、弱くはないと思うんで、まあ、ここもしっかり通用すればリアタイでね、やっぱ通用するかなって感じですね、まあ、1試合目は名人の方だったんで、やっぱりモサってどのピッチャーでも打つんですよ、結局のところね、結局のところ、まあ、だから、OK、いいナイスサード、まあ、だから、打たれたんですけど、まあ、しっかりね、試合は勝ったんで、まあ、ある程度は通用するかなっていう感じですね、そんな全然リアタイでは使えないっていうレベルではなくて、まあ、しっかり、リアタイではちゃんと使える投手なんで、皆さんですね、A ランク持ってるよっていう方は限界突破コーチですね、 A ランク限界突破コーチをぜひとも使っていただいて、高津投手ね、リアタイで使っていただければなと思います、よろしくお願いいたします、おい、いい選球眼、ここ振り上げろ、おい、ナイスボール、ここね、やっぱ高速進化が強い、やっぱり高速シンカーが強い、はい、ナイスボール、でまっすぐを投げるかと思いきやシンカーギリギリいっぱい、ここ、はい、ベストピッチ、オッケー、ショート、やっぱ強いわ、